が日本来たのも7年経ってます。音楽始めたのも4年ぐらい経ってるんですけど、人よりちょっと音楽始めたの遅いんですけど、なんとかここまで来て、素敵な先輩方に知り合うことになったり、皆さんとも知り合うことになって、こうやって来ていただくことになったり、最初は本当に誰もいなかったんですけど、1人2人増えて10人20人、それが増えてきて、本当に自分も音楽やってよかったなと皆さん見るたびにこう思っているわけです。そうなんですけど、最初に僕が思いの詰まった1曲目、自分の人生初1曲目の歌をここで披露したいなと思ってます。それは星の雫っていうことになります。ではよかったら集中して日本語だから聞いてください。心に僕何か